では、記事をあるゲームよくぞ、あ、やっていきたいと思います。今日はね、ブリーディングがついに解禁された新しい2種類の生物について解説をしていきたいと思います。それでは本日の目的はこちら、説明大型アップデートについて、2つ目アフリカマイマイについて、そして最後にロクドレックやっていきたいと思います。それではまず一つ目に大型アップデートについてなんだけど、まずこのアップデートに関しては2021年の10月15日に行われました。で、内容がめっちゃあってマジで大型アップデートっていう感じだったんだよね。で、まあその時にね、今回の目次であるアフリカマイマイとロックドリックっていうこの2種類がブリーディングができるようになりました、繁殖できるようになりましたっていうね、アップデートが追加されたんだよね。で、このね、アップデートに関してはめちゃくちゃね、量が多くて、一応ね、この解説動画作ったんだよね、大型アップデートの。なんだけど、量が多いもんで、まあ、このロックドレイクがどういう生物でどんな感じにブリーディングできるようになったとか、あとはアフリカマイマイがこういう生物でこんな感じのブリーディングでこういった注意点がありますっていうね、深掘りというかね、細かいところまでちゃんと解説ができていなかったので、この動画に関しては今回ね、ブリーディングが解禁されたロックドレイクとこのアフリカマイマイ、この2種類にフォーカスを当てて、こいつらの解説とブリーディングのね、解説っていうのを合わせてやっていきたいと思います。それではね、まず一つ目にこのアフリカマイマイについてやっていきたいと思います。で、まずね、このアフリカマイマイがどんな生物かっていうと、結構ね、昔からいるアークの生物ではあるんだよね。で、こいつの役割は何かっていうと、ここにあるんですが、アフリカマイマイの分泌物っていうね、アフリカマイマイがするうんこがあるんだけど、これ何かっていうと、まあこれ形見りゃわかるんだけど、セメントなんだよね。こいつらセメントを自分のうんこみたいな形で出していくっていう形で、セメントを生成する生物になっております。で、これがね、一応ね、マイマイの能力というか特徴で、まあ、例えばフンコロガシが肥料を作るみたいな形で、このアフリカマイマイもそういったね、特殊能力を持っているっていうような形になっております。なので、基本的にはブリーディングがまあ行われる前の状態であれば、大体ね、みんなね、セメント用としてなんかちっちゃい小屋とかに放浪モードでぶち込んでいるみたいな感じになってるかな。で、このマイマイのテイム方法に関してはね、ちょっとね、普通と違う餌が必要でして、何が必要かっていうと、なんとね、羊と同じスイートベジタブルケーキになっております。で、このケーキしか食わないので要注意って感じですね。ケーキをテイムには必須っていう形で、菜園をね、ちゃんと作らないとテイムできないっていうような生物になっております。で、まあ気絶値とかはね、別にね、めちゃくちゃ少ないのでお手軽にテイムできるので、まあそこまでね、難しいね、キャラクターではないんじゃないかなって思いますね。で、さらにね、このテイム後のアフリカマイマイなんだけど、スイートベジタブルケーキしか食わないので、このベリーとか食わないのね。ちょっと食料値見てほしいんだけど、一切ね、ベリーを食わせても上がんないし、で、肉を食わせても上がんないっていう形になるので、このね、食料値だけちょっとめんどくさいので、ケーキをね、ひたすら量産し続けないといけないので、ちょっとね、そこの部分がまあめんどくさい点かなっていうような感じではありますね。まあ、ただね、そのケーキの量産さえできればマイマイは簡単にテイムも維持もできるのでっていうところで、このケーキだけね、まあ要注意のポイントかなっていう感じではありますね。で、まあ一応スイートベジタブルケーキを与えてみるんだけど、これで食料値が回復すると思います。ポチっていう感じで、まあ2070に戻ったので、こんな感じでね、ちゃんと食料値はこのケーキで回復するって感じ。あ、テーム完了したね。で、まあさっきのケーキを入れていたマイマイもテーム完了しましたっていう形で、基本的にはスイートベジタブルケーキがこのアフリカマイマイ運用&テームの柱となっていくので、菜園がしっかりできて、かなり供給ラインが安定した状態じゃないと、マイマイの維持も、まあ、テイムっていうところもめんどくさくなっちゃうんだよね。なので、このケーキっていうのがアフリカマイマイはキーポイントになっております。で、さらに今回のブリーディングについてなんだけど、このマイマイに関しては性別不明なのね。これなんと一緒かっていうと、メインウィングと一緒なんだよね。メインウィングも不明って書いてあって、まあ、こんな感じで不明っていう形なんですよ。で、このメインウィングはどうなるかっていうと、2匹でブリーディングをさせると、2匹とも妊娠して卵を産むっていう形になるんだよね。で、このアフリカマイマイも同じように2匹でブリーディングさせて、両方妊娠するって感じ。これ同じ時間だと思うんだけど、3.9%、3.9% で残り7時間41分っていう形だと思うんだよね。なので、このような形って、マイマイに関してはもともとおそらくブリーディングをさせるような生物じゃなかったので、
まあ、メインウィングと同じシステムを採用して不明なんだけど、一応ブリーディングさせたら2人が同時に妊娠して子供を産むっていう形になるんじゃないかなって思いますね。でさらに今ね、妊娠時間をわざとねブリーディングの倍率を1倍にして見ているんだけど、 4.2% で7時間39分ので、おそらく、まあ、グループとしては7時間56分でカワウソとか、あとはガチャとかガスバグとかマンモスとか、そこら辺カストロイデスとか一緒のグループはそいつらのあたりかなっていうところですね。でただね、妊娠時間に関してはマンモスとカワウソっていうのは一緒なんだけど、何が違うかっていうと、まあ、成長速度が違うので、やっぱ体のサイズでそこは差別化しているので、で今回ねこのマイマイに関しては、まあ、肩乗り生物みたいな感じで、こうやってモテる系の生物なのね。なので、まあ、これを鑑みておそらくカワウソと同じグループなので、カワウソは21時間なので、まあ、こいつらもね21時間になるんじゃないかなって思いますね。まあ、マンモスとかだと3日と10時間とかなので、まあ、おそらくマンモスグループには入らないと思うので、ブリーディングの時間ってね、大体ね何種類か固定されてて、でグループ分けされてて、みんながねそこのグループに入っているっていうような形なので、おそらくマイマイも、まあ、折ったカワウソね、あいつらのグループに入ってるんじゃないかなと思っております。でアフリカマイマイのブリーディングに関してはそんな感じで、おそらくねカワウソと同じねグループに入っているとは思うので、カワウソに関してはね、まあ、みんなねやってる人多いと思うので、まあ、カワウソ気分でやればいいんじゃないかなと思っております。で最後にこのアフリカマイマイに関してなんだけど、俺ね今ねこの動画を撮ってて気づいたんだけど、分泌物ね、こいつらが落とすこのなんていうの、セメントみたいなやつがあるんですが、このなんかダイヤみたいなやつね、これがですねなんとね放浪モードにしなくても今落ちてるんだよね。なんか俺の認識だとこういったものって放浪モードじゃないと落とさないと思っていたんだけど、今ねただステイの状態でもなんか落としてるんだよね。放浪モードなしの追尾とか、あとはその場に停止しろっていう命令でもその場にセメントを落としているので、これワンチャンなんかアップデートでわざわざ放浪モードにしなくてもセメントを落とすようになったのか、もしくは俺が知らなくてもともとちゃんと普通のモードでもセメントを落としていたのかもしれないです。俺の認識ではね放浪モードで落としていたので、でこの放浪モードがもし前提だったら、放浪モードにするとどうなるかっていうと、自動的にね妊娠がオンになるので、交配可能がオンになるので、まあ、その状態で勝手にめちゃくちゃ増えるっていうね事象が起きちゃうので、どうするんだろうと思ってたんだけど、なんか今回よくよくね観察してみたら、わざわざ放浪モードにしなくていいので、この分泌物的にはね結構イージーに集めれるんじゃないかなと思いますね。これね、もしかしたらアップで入ったのか、もともとそうだったのかね。俺、マイマイでさ、セメントをさ、大量生産したことないから、そもそもこいつらはめんどくさいからさ、ケーキの管理がさ、買ったことないので、ちょっとね、もしね、知ってる方いたら教えてください。これどっちなんだろうね。一応ね、今回俺がね、言おうと思ってたの、もともとね、考えていたのは、ブリーディングの解禁によって放浪モードにし続けると、勝手に妊娠するので良くないよねみたいな、勝手にマイマイの個体数増えるよね、ケーキめっちゃ食われるよねっていうのがね危惧していたので、そこら辺がちょっとどうなってるのか気になるっていう感じで、まあ、とりあえず現状ね見たところ別にねステイの状態でも勝手にね今あの撮ったんだけど、こんな感じで分泌物落とすので問題なくねセメントは量産するようなので、いちいち放浪モードにしなくてもいいみたいですね。まあ、なんかとりあえず適当に並べて無知でパンパン回収していけば大丈夫なんじゃないかなと思います。ということで、まず1匹目のブリーディング解禁生物アフリカマイマイに関してやってまいりました。まあ、とりあえずね折った後カワウソと同じグループって覚えておけば簡単なんじゃないかなと思います。あと問題点としてはベジタブルケーキが、まあ、テイムの時もそうだったんだけど維持にね必要なの で特にブリーディングするときはさ餌箱の肉とかさめっちゃ減るじゃん。なので結構ねケーキの消費やばいと思うので、そこら辺はねまあお気をつけくださいっていうような感じではあります。それでは次にロックドレイクに行ってみたいと思います。本当にね僕もねロックドレイクが好きなので、本当に待ちに待ったドレイクのブリーディング解禁となっております。でブリーディングに関してはね、まあ、ぶっちゃけそんなに言うことないんだよね。っていうのも、まあ、なぜかと申しますと、このブリーディングに関してはですね、もともとね、卵でのテイムなんだよね。ワイバーンとかと同じで、アベレーションの固有生物で、未だにアベレーション以外からは取れないんだけれども、ワイバーンみたいに巣があって、そこから卵を盗んで孵化させて、
って自分のものにしてテイムをするみたいな形にしているんだよね。もうねだいぶ慣れてるよっていう人が多いと思うんだけれども、まあ、強いてね言うなら注意点としては、まあ、とりあえずね餌はワイバーミルクと一緒でこのネームレスの毒っていうのが子供の時専用の餌になるので、非公式サーバーとかローカルで倍率設定をいじっていればいらないんだけれども、通常の公式サーバーの倍率だと餓死しちゃうので、ちゃんとねネームレスがいる環境じゃないと厳しいっていうところになりますね。なのでまあアベレーションで結局、まあ、やんないといけないかなっていう感じかな。ブリーディングもいちいち持ってくるのも大変だしさ、厳選とかして個体数増やすときにさ、すごいさいちいち何個も何個持ってくるのめんどくさいし、なんならさこれ見てもらえばわかるんだけど、ネームレスの毒ってさスタックしないのね。セメントとかだったらかける15とかなってると思うんだけど、ネームレスの毒は1個1インベントリ使うのですげえめんどくさいんだよね。なのでまあ実質ね、まあアベレーションでやんないと公式サーバーとかはブリーディングがちょっときついかなっていう感じなんだよね。まあ最悪さダイオドンとか雪フクロウとかで一生回復し続けるっていうパワーブリーディングがあるんだけど、さすがに何時間も何時間もやり続けてるっていうのはちょっとだるいから、まあ現実的な話ではないので、さすがにねそこはネームレスの毒っていう形になってくると思うので、等倍に近ければ近いほど基本的にはアベレーションのみでのブリーディングがほとんどね必須になってくるんじゃないかなっていうところではありますね。でブリーディング自体はね難易度はね簡単なんだよね、ネームレスの毒を除けば。っていうのもインプリントの擦り込みの倍率もむちゃくちゃ高いから、ほとんどの場合ね1回のお世話でだいたい 100% 近くになるんだよね。でただねポイントとしてはね、卵はねめちゃくちゃ寒くないと孵化しないので、エアコンの必要個数が多いかなっていう感じですね。まあ、あの卵孵化器あればね別に問題ないんだけど、このエッグインキュベーターさえ置いとけばまあ特に問題ないですって感じですね。まあ、ただエアコンでやろうってするとちょっとねエアコンがめちゃくちゃな量いるので、25個30個ぐらいいったので、非常にねそこはね大変なところになってくるかなっていう感じですね。であとはねロックドレイクのね成長時間に関してなんだけど、肉食の卵の恐竜としては結構長い方なんだよね。これ何が長いかっていうと、孵化時間が長くて育成時間はワイバーンとかレックスと同じって感じなんですよ。でまあ等倍だと育成時間で子供の成長時間が3日と20時間かで、これはワイバーンとかとレックスと同じで、孵化時間に関してはワイバーンとかレックスに関してだいたい5時間なんだけど、それと比べてロックドレイクは6時間14分っていう形で、ギガントピテクスね、妊娠系の生物と一緒なんだよね。まあ、妊娠系の生物っていうのは通常より孵化時間に相当する妊娠時間が長いんですね。でギガントピテクスに関しては6時間36分かで、ロックドレイクは6時間14分って形でかなりね近しい部類になっているので、妊娠系と近いぐらいの孵化時間になっております。まあ、なのでね、まあ一応ね成長時間に関してはレックスとかワイバンと一緒なんだけど、卵に関してはねちょっとね長めのロックドレイクになっております。ちなみになんだけど、このロックドレイクが卵孵化器でブーストね孵化ブーストがかかる温度っていうのはマイナス85度なので、どれだけねエアコンが必要なのかっていうのはここでもわかるよね。でまあとりあえずねこの孵化が 0% になったので生まれさせていきたいと思います。それではロックドレイクカモンバカ。はい、ロック、おお双子来たわー、すげー。あ、ちなみにあのレベルがバグってるのはちょっとね今ねモッドを使ったシリーズですごくねレベルの上限を上げているので気にしないでください。でねさっきも言ったんだけど、ロックドレイクが大人になるまでね子供の時に関しては肉とかを与えても食料値は回復しません。587のまま減っていってるっていう状況だよね。なんだけどこのネームレスの毒を与えると食料値が回復しますっていう形なので、これはね、まあ、ワイバーンとかと同じ、ワイバーンミルクも同じように子供の時はワイバーンミルクしか飲めないよみたいな感じのがあるので、同じようなタイプですので卵を取ってきて仲間にするっていう形式のこいつらに関してもネームレスって呼ばれるね中層以降に出てくる敵がいるので、そいつを倒すとランダムでゲットできますので、それを餌として必ず確保しておかないと倍率がね等倍に近ければ近いほど餓死してしまうっていう可能性があるので、そこはねお気をつけください。でも死にそうだったらもうクライポット入れちゃえばいいので、でロックドレイクをね一応しまっていてネームレスの毒を集めてっていう感じのことをやった方がいいんじゃないかなって思いますね。であとはねブリーディングに関してはこれ双子でね見てもらえればわかるんだけど、ロックドレイクが世話をしてもらいたがっているっていう形で、擦り込みねインプリントをする際のお世話なんだけど、
こいつね、お世話をしてもらいたがっている固定なんだよね。なので、めちゃくちゃね、便利なんですよ。で、これ、しかも見て、これ 100% も溜まったでしょ。なので、これ、インプリントのね、上がり方がね、めちゃくちゃね、いいんですよ。擦り込みの上がり方がすごく良くて、しかも、お世話だけなのね。で、同じように1回だけしたレックスを見てみたいと思うんだけど、レックスは1回だけだと 25% っていう形なので、少なくとも4分の1以上の差がついているっていう感じなんですよね。なのでロックドレイクに関してはワイバーンと違って、一応ね餌さえ揃えればブリーディングはね結構簡単なんだよね。インプリントの倍率も高いし、インプリントのこのお世話をするっていうやつしか出てこないので、非常にねそこら辺が便利っていうところで、まあ、さっきもねあのお世話しやすいっていうところは言ったんだけど、具体的にはこんな感じで非常にね育てやすい生物となっております。まあただね、ここら辺に関してはね、今までねアベレーションやったことある人に関してはね、もうアベレーションリリースして何年も経つので、まあ結構ね使い古された情報ではあるので、まあこんな感じでね育てること自体は簡単なので、まあ、サクッとねネームレスの毒だけ取っちゃえばいいかなっていうような意味合いですね。ということで本日は新たに大型アップデートで追加されたこのブリーディングのね2種類について深掘り解説してまいりました。マイマイに関してはね、意外にね放浪モードをやんなくても良さそうな匂いがしているので、これはねかなりねいいんじゃないかなと僕的には思ってますね。すごく便利ですね。なんか俺の勘違いかもしれないんで、これはね詳しい人を教えてください。でマイマイに関してはね、まあどうしてもベジタブル系がねめちゃくちゃネックになってくるので、まあそこの量産体制ができてからっていうような感じではあるかな、やっぱりね。であとロックドレイクに関してはね、まあ今までねやってことある人結構いると思うので、まあそこに関してはそんなね言うことないんだけど、まあポイントとしてはね、まあ今持ってる状態でこれ落としたね、分泌物っていう感じで、前々簡単そうだね、これ。うん。で、まあロックドレイクに関しては、今までね、もうアベレーションね、リリースして何年も経つので、まあやってる人結構多いと思うので、まあそんなにね、難しくはないっていうブリーディングです。で、難しいポイントとしては、なんなら卵を最初に取り行くのが一番難しいと思うので、まあそこら辺に関してはね、他マップからね、いろいろアイテムを持ってきてもいいし、まああとはね、アベレーションの中だけで完結していきたいっていう人はね、俺みたいにスピノ軍団で行ってみるのも面白いんじゃないかなと思います。まあとりあえずね、ロックドレイクに関しては、餌さえあればブリーディングが結構簡単なので、そんなにね、難しくないかなって思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。